こんばんばは、えー、ゲティです。先日石のかちゃんの方から報告があったと思うんですけれども7月27日に私ゲティは、えー、コロナに感染してしまいました、えー、僕がコロナに感染してしまったせいで、えー、この「ニュースチャンネル」のニュース動画を何日間か上げられなくなってしまう,ようなんですけれども、まあ、毎日僕らのニュース動画を楽しみにしていた視聴者の方々本当にすみません 元気になり次第すすぐに動画を上げますので今日はこの動画でどのようなことを話そうかなと思ったんですけれどもやっぱりこう東京都内そして千葉県神奈川埼玉大阪などでかなりの感染者が出てると思うんですけれども。 実際にコロナに感染した方がどのような生活を送ったりとかで保健所の方とどういうような連絡を取ったりとかしてるのかとかそういうコロナ感染者がどういうような生活を送ってるかっていうのを実際にまあコロナに感染してしまった僕が皆様にその感染者の現状というのをお伝えできたらなというふうに思って今カメラを回してます、まあ、あとは感染者だからこそ分かるこういうようなことをしてしまって感染してしまったんだっていうのを 皆様にお伝えして少しでもコロナ感染者の人数が減ることを自分の中で祈って皆様に情報を提供できたらなと思って今カメラを回していますまずですね僕がコロナに感染した経緯といいますかそのあたりから話していきます僕がコロナに感染したのが7月27日なんですけれどもまずその日は撮影日だったんですが朝起きた時にいつもよりもちょっと体調が悪いなと なんかこうだるいなっていうふうに感じたのがまず最初の違和感でしたでその日撮影日だったんですけれどもちょっと少しの違和感も感じたので、えー、かっちゃんとあとはりえさんには「ちょっとあの体調悪いんでもしかしたらコロナの可能性あるんで」って言って撮影はちょっとストップした状態で,でかっちゃんの方にですねちょっとあの抗原検査キットが欲しいからって話したらかっちゃんが「オッオッケーお前そこにいろ」と「俺が買ってくるから」とでかっちゃんがこう「 薬局の方にに抗原検査キットを買いに行ってくれたんですねで。それを僕に届けてくれて抗原検査キットで抗原検査をしましたら陽性反応が出たんですね。陽性反応が出たのでこれはもう早いに越したことないと思ったのですぐさま、えー、近くの PCR 検査が受けられる病院に「抗原検査キットで陽性反応が出たので PCR 検査を受けさせていただきたいんですけれども」と電話しましたら「分かりました」と。 じゃ45分後ぐらいにすぐ病院来れますかって聞かれたのですぐに行きますと言って PCR 検査を受けに行きましたでその結果陽性反応が出たので僕はコロナに感染していたっていうことが分かったんですけれども一応僕のその日その前日その2日前あたりの行動を細かく説明しますと。 まず7月27日に僕はあのコロナ感染が分かったんですがその前日の月曜日は家でずっとニュース原稿を考えたりとか動画のネタを考えたりしていましたでたまにコンビニに行ったりスーパーに行ったり、えー、外に出るぐらいでそれ以外はずっと家にいましたでその前々日の日曜日に関しては僕実家の方にいたので。 実家で両親と昼食を取った後両親が車で送こちらのかっちゃんと一緒に住んでる家まで送ってくれてそこから先ほどと同じような感じで、えー、とたまにコンビニ行ったりとかあとはニュース原稿を考えたりネタを考えたりしていましたなので基本的には外に出ないような生活を送っていたんですけれどもそんな状況でのコロナ感染でしたで一応保健所の方にそのことを話してみたら まあ考えられるのは外に出かけた際にどこかに手で触れてしまってでその手で触れてしまった後僕ちょっと親指とかで鼻をこうやってかく癖があるんですけれどもどこかに手で触れた後に手も洗わずに鼻をかいてしまってコロナ菌を体の中に入れてしまったんじゃないかというのが保健所の方の見解でしたのでまあそれでもしかしたら感染してしまったというような形ですね。なので 皆様も特に男性の方多いと思うんですけれどもどこか触れた手で鼻をかいたりだとかどこか触れた手で手の指をなめたりだとかそういうのは絶対に避けてくださいこれはもう保健所からも言われているのでそれでコロナに感染する可能性も大いにあると言ってましたので僕もそのうちの一人だというような見解だったので皆様そのあたりは十分ご注意くださいこれが僕がコロナに感染したであろうコロナ感染経路ですで まあ、コロナに感染した後の僕の今の、えー、現状といいますか、えー、症状なんですけれどもまず初日2日目3日目今日は4日目になるんですけれども初日から2日目ぐらいまでは正直結構つらかったです普通の風邪よりも頭痛が、えー、普通の風邪よりは、えー、強かったりひどかったりとかあとは何よりも一番僕の中でひどかったのが関節の痛みでしたね あとは背中、腰の痛み、これが風邪とかインフルエンザとかよりもではちょっとまあでも今はもう4日目に到達してるんですけれども関節の痛みも和らげましたし背中と腰の痛みも、えー、1日目2日目に比べてみれば、えー、結構和らいでいるのでその辺りはもう全然耐えられるぐらいの痛みにはなってます。 今も若干残っているのは鼻水咳、軽い目の奥の痛みまあいわゆる頭痛ですよねぐらいが残っている程度であとはもうこの家の中で生活する上ではそこまでつらいようなところはあまりない状況ですねほぼ風邪の治りかけみたいな感じですコロナ感染4日目にして今そのような状況になっています。 で自宅療養の現状なんですけれどもまず保健所の方に連絡を取ってみましたら今はもう、えー、過去最大でコロナが流行っているので保健所も今もう逼迫している状況らしいんですね、えー、病院の病室も空いていないホテルも空いていないなので僕みたいにまだ年齢が若くて、えー、っと元気な えー、成人男性女性は基本的には自宅療養をし,しながら毎日保健所の人から健康状態を確認する電話が来るという感じですねで僕の場合はかっちゃんと一緒に住んでいるのでかっちゃんはもう完全な濃厚接触者にあたるんですけれども基本的に一緒に住んでいる人の濃厚接触者の方僕で言ったらかっちゃんですよねかっちゃんが僕の身の回りの世話をするらしいんです。 トイレに行くときはしょうがないし、お風呂もしょうがないと思うんですけども、トイレとお風呂以外は基本的には自分の部屋が出ないと。だからもう、カッチャには本当に感謝してますけれども、えー、夜ご飯を作ってもらったりだとか、あとは洗濯物がたまったら部屋の前に置いとくんで、ちょっとカッチャん頼むわって言って、洗濯を洗ってもらったりだとか。だから、あのー、基本的にはキッチンの方には行かないですし、ベタ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 、その辺りは触ることも基本的にというか絶対ダメなんですね。だからもう、 自分でできないことは、えー、カッチャーにお願いしているっていう感じですねで最後に僕自身がですねコロナに感染して思ったことというのがですね濃厚接触者の方にとんでもない迷惑をかけてしまうなっていうのは感じました <laughs> まず自分が感染した2日前に両親と会話をしていてまあ一応濃厚接触者の定義が2021年から変わったみたいなんですけれども濃厚接触者の定義は 15分以上マスクなしで2メートル以内で会話をした人が、えー、濃厚接触者に当たるんですね。なので僕で言ったら2日前に両親と、えー、2メートル以内に15分以上マスクなしで喋ったりもしてるのでこれはもう濃厚接触者なんですね、僕の両親。あと一緒に住んでるカッチャーもそうですよね。で濃厚接触者は2週間自宅待機が強いられるんですね。なので会社に行けないですし、パートもできないと。 カッチャーもそうなんですけれどもなので、まあ、僕自身思ったのは自分がコロナに感染してしまったせいで濃厚接触者の方にかなりの迷惑をかけてしまっているなっていうふうなところは感じましたなので僕自身は例えば都内にお酒を飲みに行って大人数で飲んでコロナ感染したわけではないんですけれども、まあ、自分自身のせいで濃厚接触者の方に大変迷惑をかけてしまっているなと思うので、まあ、コロナ感染したら 自分以外の方にもかなりの迷惑をかかってしまうというのは現状として皆様にお伝えしたいなと思ったところです。これが僕がコロナにかかった後の現状といいますかコロナ感染者の現状です。今後もですね変化がありましたらもしくはコロナに感染した人だからこそ伝えられる情報などがありましたら皆様に情報提供していきたいと思いますので今後もまた <laughs> 何か自分で発信できることがあったらカメラを回して、えー、動画で皆様に情報提供していきたいと思います、えー、最後に本当にニュース動画を楽しみにしていた方々、えー、僕はコロナに感染してしまったせいで動画を投稿できなくなってしまい本当すいませんでしたまた何かお伝えできることがあったらカメラを回して皆様にお伝えしたいと思います以上月曜でしたありがとうございました